今日はサンフランシスコでバレエダンサーとして活躍しながら子どもや大人にバレエを教えているモニーク・ゴールドウォーターさんをゲストにお招きしました。モニークさんはフランスでバレリーナとして活躍された後サンフランシスコに移住されて創作,ダンス創作バレエ創作バレま のダンサーとして踊っていらっしゃいますモニークさんに、えー、バレエを通して人間が体だけでなく心もどのように変わるかバレエダンサーの魅力とそして厳しさというようなことをお伺いしました最後までお楽しみくださいこんにちは 大人の女性がモヤモヤした現状から抜け出すお手伝いをしているファイナンシャルライフコーチのゆりです。このポッドキャストは、自分の人生も良くしたいけど、周りの世界も良くしたいと思っている女性のための番組です。ソロエピソードでは心理学や NLP、マインドフルネスなどに基づいたマニアックな話をしています。どのように考えればモヤモヤから抜け出せるかといった話が中心です。 インタビューエピソードでは、世界で活躍する女性に今までどんなことを考えて生きてきたのか、またこれからどういう世界を作っていきたいのかというようなことをお聞きしています。リスナーの皆さんのためになって、しかもやる気が出てくる明日から一つでも新しいことができるような番組を目指しています。質問、リクエストなどを受け付けていますので、ぜひインスタの DM かメールまでご連絡ください。詳しくはショーノートのリンクをご覧ください。 今日はアメリカでプロのダンサーとして活躍されている傍ら、子供や大人にバレエを教えていらっしゃるモニーク・ゴールドウォーターさんをゲストにお招きしました。モニークさんは日本人とフランス人のご両親のもとに生まれ、3歳からバレエを始められました。その後、フランス・カンヌのバレエ学校でバレエを勉強し、フランスのバレエ団でバレリーナとしてご活躍されました。 その後サンフランシスコに移住され、現在は創作バレエのダンサーとしてパフォーマンスを行っています。えっとモニーク、あ実は私,は私はあのはモニーク先生に大人バレエを習っているんですけれども、モニーク先生今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあちょっと最初にあの、はい、ご紹介をちょっとだけお願いできますでしょうか。はい。ちょうどユリさんとあ。 お会いしたのは私があの、まあ、オーガナイズしているいやサンフランシスコに住む日本人やヨーロッパの人アメリカ人たちがそうし心を磨くためバレ心を通じて心を磨くために、えーまあ、ソーシャルグループという形であのモニクバレーサンフランシスコというグループを作っているんですけどそこでの,あの、まあ、ゆりさんとあのお会いしたのがきっかけで今回。 ここのようににに皆さんにお話ししすることになりました今現在はそういったオーガナイザーとして、えーえー、みんなと一緒にバレエをシェアしながら市内のプライベートの高校や、えー、バレエスクールなどでバレエを教えたりまたまた先ほどおっしゃってられてたように、えー、創作ダンスでいろんなインターナショナルのあーバレエフェスティバルや えー、オペラののカンパニーのために振付などをしていいます、はい、ありがとうございますなんか先生の、はい、私の先生の印象としてはなんかものすごくバレエに対するパッションがなんか熱量がすごいなと思って <laughs> あの本当になんか踊りというか、まあ、バレエ芸術としてのバレエが好きなんだなっていうのと同時になんか踊るのも好きなんだなと思ってあとはあの 人体のことをすすごごいよくご存知ですよく存でねそうなんですね。っていうのはあの結局あのバレエで教えるきっかけになったのは私が怪我をしてしまったんですね。足左足の怪我をしてそれで人体を切ったりとかメディターさんのとこを切ったりとかそういうのがどんどん続いていって一回壊れてしまうと次々と体が壊れていくっていうことから自分であの。 一つ一つそれを解決しなきゃいけない。体のずれとか、そういうことからずっと学んで、そして、もし、私みたいな、あのこういう怪我をするダンサーやら、子どもたちを増やさないためにも、これを教えていこうと思ったのきっかけで、あの、うん、体の,あの人体構造学、それからどうやって体が動くの、多分、ま、そういったものを別に関係なく、あの 楽しくね、ご飯食べたり映画見たりとか一日の過ごしたり一生過ごせることはできるんですけれどもそれがあるといや自分自身についてもっと強くなれたりとかそういうこともあるっていうことで大人の人たちには特にシェアしています。あそうなんですね。はい、んなんか私もそのバレエ始めたのはもう子供を出産してからもうふにゃふにゃ <laughs>。 <laughs> コアマッスルが全くなくなって、ふにゃふにゃになって、あの、ヒールのある靴とか全く履けなくなったので、なんかそれがきっかけだったんですけど、なんかすごい、うん、え、なんだろう。めちゃくちゃ美しい芸術なんですけれども、そのワレリーナっていうのは本当に強靭な肉体というか、あの、すごいですよね。もうなんか人間とは思えない <laughs>。 一 <laughs> 一つつつの動ききがめちゃめちちゃゃい,ってい,ういなんでって自分でまたそれをなんで綺麗なのか綺麗になるものには理由があったりとか例えばあのなんでってふうな自分の疑問からいろいろといろんな方向に自分覚醒する場所が出てくるそういったのでとってもバレエとか面白いですね。体が動動くくくだけじゃなくてその動く なななぜ綺麗のかなそれがなぜその綺麗な動きの中に、えー、何か自分が感じれるもの感じちゃうそういった心がワクワクするようなものそういう素材がたくさん入っててあのー、多分そういったものを子供たち特に女の子たちは最初に刺して子供の土の、あのー、バレエをやる子たちがいっぱい増えてるんだと思うんですねでそういった意味では あの本当にあの体を強くするだけじゃなくて高めていくピカピカにしていく心も体も魂もプラス魂にはもう自分が存在を受け入れるもの以外のものだから空間やら宇宙感覚やらそれの時,あ時空間とかそういうのもとても重要になってくるのでなとっても面白いです。 うん、なるほど。えっと、じゃあえ一番最初にあのフランスでバレエを学んでバレエーナとしてデビューされたということなんですけれども一番最初にバレエーナになろうって決めたのはいつだったんですかそうですねその前はバレエは二の次で一番好きだったのがあの子供の時に宝塚の,あの宝ジェンヌになりたかったんです。そそれでそのためにピアノ声楽 それからモダンダンスにジャズに全部やることになって家でもお掃除から朝からお掃除もずっとあのそのために頑張って子どもの時から練習し始めてたんですね。で3歳からはバレエやってたんですけども途中からその宝塚っていうのにあの私の幼な染というか、えー、うちの近所に住んでた、えー お子さんがいてそのお子さんのご家族から一緒に見に行きませんかっていうのがお誘いで行ったのがきっかけであのキラキラした世界にあのとっても感激しちゃってであの自分で宝塚に入るっていう風に決めたのがきっかけでしたそれがだんだん,だん,だんあのいろんなものを研究するようになって子供の時やってみてあの一番のすごいきっかけっていうのが ちょうどえー、あんなパブロアのね。瀕死の白鳥っていうのがとても有名な作品があります。誰が音も聞いても、あのあなんかこれ聞いたことあるなっていうバルわかんない人でもね。あの、そういう音楽のものがあるんですけども。そしてそれを演目を見に行くために、ロシアのあのバレエダンサーでマイアプリセスカヤさんっていう人がいらっしゃって、その方のダンスを見て。 でも手が人間以上のように人間以上になんかもう柔軟すぎて信じられないぐらいのもう美しさだったんですね。うん、でそれからはバレエってすごいなと思ってそれとそれを芸術として品種の白鳥っていうのはあの白鳥が死んでいく姿を 描写して作品にしてるんですけども、その描写したそのものが、なんか知んないんだけど、死に対しての美しさや、プラス、あの、白鳥というものにおか、どれだけ日本人間としてじゃなくて動物の表現、そういったものにとっても感動して、 もう泣いてしまったんですね。見ながら感激しちゃって胸がもうとっても高鳴って。でそこからあのバレエをし真剣にやろうと思い始めてそっちの方に行きました。あそうなんそれ何歳ぐらいの時なんですか。そうですね。それはねえー、っと七歳ぐらいの時かな。<laughs> そんなに小っちゃい時にそんなに感激したんですか。うん。凄、うん、<ー>かった。とっても人間の腕とは腕腕とは もう自分が見たことのない腕の動きだったんでしかもあのライティングやら音楽やらそれからあのライティングのところでこう白鳥の,ゆいあの衣装を着てるので時々その白鳥の羽がふわ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 とあの床に落ちたりとかするんですよ。そういったものを見てとってもびっくりしちゃってそ,うそれをも心の中にずっと焼き付いて。 そう今でもずっとあの辛くなった時に思い出したりとかしてますそんなに印象深かった印象深かったんですねそれを見てこういうことをやってみたいっていうそうですねそうするうちにあの宝塚のへの夢があの身長がちょっとび伸びなくなってきたので、うん、ちょっとそう無理かなって思ったこともあって そしてあのバレエにあのバレエをやりたいバレエをあの頑張ってみたいあれだけの,あの難しいことでも自分でもできるようになりたいと思ったのがきっかけでしたあそうなんですねなんかプロのバレリーナになるってど,どうやってなるんですか <laughs> そううですねまずはもうごあのこ、まあ 自分の意思しかありないんですけどないんですね本当にあの子供のうちは吸収が早いんでやろうと思えば何でもできる本当に素晴らしいあのもう一人一人子供たちを見てても才能っていうかもう才能のもうエナジーの塊みたいなもんなんで本当に子供が望んだら本当にできることがあります。う それプラスやはりあの経済的なものもすごく関わってくるのでうちの場合うちの家族の場合はそういうサポートがあったものもあってあのもっとサポートあるところもありますけどねあのそういうこともあってあのヨーロッパに行けたりとかあのすごいいい体験をさせていただきました。あそうななんんでですすねもかごい まあ、よくわからないですけど映画とかで見てるとすすごい競争の世界ですよねそう全くあのまあ映画のばかりだと1時間2時間とかそういう短縮された中であのすごい戦いであったりとかするんですけども実際ああることもあります心の中でもうやっぱり自分が望んでる役柄だとかそういうものをやっぱり今まで頑張って自分と同じ レベルかと思える人たちがあの戦うわけですからかなりあのきついですよね気持ち的にも。子供の場合とあのやっぱり若い1516の場合十五十六歳ぐらいになってくるとだんだんあのプロフェッショナルバレエの,あのそういうバレエ団の,あの見習いみたいなことができるんですけれどもそういうことをやることになって。 え、じゃあなんで私できないのっていう感じになってくる。で、子供の時に結構ショック受けたりしても、でも立ち直りがやっぱり、あの、そこで励む、あの、早いんですね、子供の場合とか、若い時代は。で、それで、でもバレエが好きだからやっていくっていうことで、うん、友達となっていったりとか、そうやって絆をあの強めていったりすることもできますで。そこで、あの、どうやって、あの、自分を乗り越えていくか、 でそれで大きなな差になっていきます自分の例えばバレエの場合だとダンスの場合だとその人のキャラが確実に出てくるんですね踊りに。だからあの大人のバレエの発表会とかでも「ああの人はこういうキャラだな」ってすぐ分かったりみんなあのバレエを見たことない人が来ても「あああいう 何々さんはどうだどういう感じの性格かなとかどういう感じの人かなって人柄も全部見れますですので,です <laughs> あ隠せないだから,うだからそういった意味ではその子どもの時に傷ついてしまった心をどうやって癒すかそれをどうやってそれを土台をどうやって乗り越えていくかに大きな差になってきますその大きな差になったのもあのバレエとかやめたり やるあのこれから続けてらっしゃる方もいらっしゃいますけどもそうなった時も次の道に行った時にすごく応用が利くんですねその時にあの苦しんだものが次の違うあの社会に出た時にもすごく応用になっていきますですので 体もそうですけれどもバレエの場合は頭もフレキシブルにならないとダメですよね。うん、それがとてても重要になってきます。<あ>例えばす,、ね、あのすごく苦しんであ痛い痛いっていう本当に痛いものが来ちゃったりします。だからあの辛い辛いできないできないっていうのはうちのクラスで多分ゆりさん 言ったかもしれないんだけどあのできないはありませんって言ったことはあるかと思うんですがうちのクラスではできないっていうのは言わないことにしてます。うんえ<と>なんかやっぱメンタルとつながってるっていうことですよね。いやできないっていうと自分の中ですべての可能性を塞いでしまうんですね。ブロックしてしてまうだからできるんです誰でも。 でですんで私の大人のバレエの時ってあ私、体が硬いんですけどってい,うからいらっしゃる方が多いんですけども体が硬いじゃなくてできるのに体が硬いっていうふうに言ったことで自分の能力をメンタルから潰してしまっている。うんですんんんででできるんですそれなんか結構他のことでバレエでそうやって磨いてやった。 ものは絶対あのこう普通の別の社会に,にとかいソーシャル的なものに使,使えることもできるしすごい応用が効くのを、うん、あのこのバレエを通じて私はあの学びましたじゃあなんかやっぱりバレエの世界ですごいトップの 地位にいる方っていうのはやっぱり、ね、そうですね強くないと一回間違えてしまってもそれをスルーできるそこで止まっちゃったらみんなにばれちゃうじゃないですか, <laughs> か <に S 1> 間違いが。間違いは間違違いいはとしててそそこで止めてそれを 自分で、まあ、発表会でもよく練習してる時も言うんだけども、間違えた時でも、口をパクって開けただけで、あっ,って言っただけで、みんな分かっちゃう。ですので、間違いは人間だから間違いはあります。ですんで、間違いは間違いで、次の、自分を次のレベルに持っていく。次の段階に持っていく。そういった、あの、心の強さそういうのも磨けるので、うん、あの、私はもうバレエとか、 ダンスを通じてそういうところであの、うん、いろんな応用体験をできました、うん、じゃあなんか日本から日本って結構バレエ大国ですよねバレエやってる人すごい多いですよね、うん、でもなんかねあれですれ今はたぶんかわいいじゃないですかお子さんから見てみると。えー でかわいいあのチュチュとかそういうのがすごくあのお子さんから見てるとかわいいお母さんからしてもやらせたいそういうのであのすごい大きくなっていきますとプラスあやっぱり日本人の人たちのメンタルな面ですごくバレエがあってしまったっていうのはあの頑張る自分のために頑張るそのなんていうのあの 日本人だから、練習を、もう何時間も、何百、何百回も続け、いらい、い。続けていける魂がもうすでに日本人の人っていうのが、もう文化的な、なあ,あ。あのバックグラウンドで、もうすごくあるので。で、そういうのに、もパチッとあったと思いますよね。あ、そうなんですね。あとは、あの、やっぱり。舞台のきら、きらびやかなところで、あの。 綺麗なラインとか、その美し、美しの美しさの日本、美か、美、日本人の美的感覚にもすごくヒットしたんだと。あの、日本人の方の、まあ、デザインもそうですけども、音楽もそうですけども、と、あの、特にバレエは芸術なんでね、あの、 ラインっていうものがとても重要になってきます。それで、そういったものをすでに子供の時から、なんとなくもう日本の文化のきちんとしたライン、きちんとする、えー、まっすぐ伸ばすものはまっすぐ。で、もっと伸びていくもの伸びていく。プラス、日本の自然的なナチュラル,ナチュラルな文 昔から例えばあの鳥が鳴いたりセミが鳴いたり四季を通じてのそういったバックグラウンドの影響がかなり強くてそういういいのでヒットしたなと思います特にアメリカからとかヨーロッパ特にヨア,メアメリカからヨーロッパっていうよりもーバレエは日本のバレエが初めて来たのはロシアのバレエだったんですね。 で、そこからヨーロッパの,あのフォーキンというグループたちが来て、のとってもあの大きくなっていくんですけども、ちょっとあの他の各国の,あの国,じ国のバレエの成長の仕方とはとちょっと違ってて、すごく遅かったものもあって、あの特にあのアンナ・パブロが初めて来たのは、対正の時代だったので、 やはり日本でもモボモガっていうバックグラウンドであのモダニズムとかヨーロッパの,あのこう食事やらお洋服やら椅子に座る生活そういったものがブルジョアということになってとてもこう自分の高めるもの夢を高めるものっていうことからこうどん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 吸収してあの成長していったなと思います。 ああ、そうなんですね。うん、ええー、じゃあなんかそれで日本でずっとバレエされてて、こう外国のバレエスクールとか行ったらなんか違うことってあるんですかやっぱり。なんかびっくりしたことあり、えー、日本人の人の方が何百倍も練習してるっていうのがわかります。あ、そうなんですね。うん、へえ<ー>。ですので日本のあの人たち今は日本や韓国もそうなんですけども、す多分私が思うにはあの。 韓国なんかもすごく練習してるはずです。う,ん,うん。ですね。そういった意味では、あの練習してきちんと練習するプラス自分について知る練習すれば練習するほど上手くなっていく。それがやっぱりバレエですよね。でももうあの子供の時にやった人たちのライン。 とは違うけど、大人でもある程度まで頑張れるっていうところも面白いかもしれません。うん。そうなんですね。えー、じゃなんかあのバレエずっとやってて大変だったこととかありますか？バレエやっててずっと大変だったこと。やっぱ怪我を乗り越えたりする。あと。 あの練習の練習につけてリハーサルとかそういうのもずっとかかってきますから朝から晩までやってるんですねでその間自分でエナジー例えば食べたりとかなんかするんだけどももう自分の、あのー、吸収する自分の体で吸収するエナジーに追いつけなくなってしまうこともあって燃えついてしまったりすることもあるんでそこがとっても大変ですあえあなんかバレなって食事制限してるイメージあったんですけど 結構食べるんですかえ食事制限してる人もいますけどあのいや食べないと本当に食べ物を何を食べるかいつ食べるかっていうのがとても重要になってくるのであとはあの食べないと本当に動けないし頭が悪くななっっちゃって覚えられないあエネルギーがそこまでいかないってことですね。 あそのバランスもとても重要になっていくんですね、体の,あの栄養のバランス、そのそ<う>何を食べるかその、どういうものを食べていくかえ。それって教えてもらえるんですかいやもうそ,れもそういうのも、あの学校ではカフェみたいなのがあって、自分で好きなものを食べられるんだけどもあの、ヨーロッパのところだったらそういった感じだったんだけど、やっぱりあの自分で研究したりしました、子どものとき。 何を食べれたらいいのかとかやっぱりプロテインはとても筋肉を強くしたり筋肉はき肉じゃなく肉なんだけど肉っていうのは繊維でもあったりするのでそういったものに吸収するあのプロテインはないかったりするとまずはあの、まあ、先生特に先生から言われたかなもう燃え尽きそうになった時に、まあ、プロテインを取りなさいとあとお水とか。うん ちゃんとあとストレッチ終わったらとかさそういう基本的なことは先生から教えてもらったりとかしたかな、うん、そうなんですねいやーなんか、うん、本当に肉体を酷使しますよ、ね、そうですねですんでですんで本当にバランスよくやらないとダメでこれまた、うん、ですんであの頑張れば頑張るほどやるって言うんじゃなくてもう若いうちはあの気持ち的に もういくらでもやれるっていう気持ちはあるんだけども体はと頭がついていかなくなってしまうことだからバランスよくやらないためでそのバランスを崩してしまうと怪我になってしまった私の場合はそういう感じだったのであそうなんですねでも今もダンサーとして踊られてますよねそうですねあのポイントのシューズはあの、うん あーメディターサ,ーターサーとかあのちょうど指と指の間のところの,あの怪我とかそれがキャープに上がった,ったりしてたりしまったのであのポイント静かうー術がで踊り続けるってことができないのでそれ以外であれば創作やらいろんなもの,にあのが、うん、踊ったりとかもできるわけですよねですんであので踊り続けることはできる。ななるほどじゃあそのダンサーとして踊りながら なんかすごい情熱を持って教えてらっしゃるんですけどなんかバレエ自体とかバレエを教えることに対するなんか思いってど,どんんなな感じなんですかうーんバレエで学んだことが心を磨いたりとか、えー、自分にすごく反映できるんですよ。キラキララ、うん、させたりとかっていう それでやっぱりバレエ好きだなって私のところにご縁で来てくださる生徒さんたちにそれをシェアしたいっていうのが情熱になってます。うんこれが違う縁だったら違うし、まあ来ていただいたのは一期一会ということで毎回毎回来ていただいていらっしゃるので私がどういうふうに感,あの感動してそしてそれを味わってるかでどういう研究をしてるかっていうのでこのご縁なので 絶対それで、あのー、来てねあの来て始めてみたっていう形にはそういった意味でシェアだからいろんな面で、あのーまあ、バレエを通じて心を磨くソーシャルグループみたいな感じなので自分の輝きが他の人も変えられたりもできる可能性もある。うん、例えば あの、とても悩んでる人がいて、えー、そういう人たちに自分の、あの自分がもしあのネガティブなものを持っていたらじ、両方ともネガティブになってしまうわけね。ですんで、自分の愛情、思いやり、そういうことを感じてあげたりとか、そういった意味で、あのまあ、うちのクラスの人たちには、 老人ホームのそういったソーシャル的なものの,あのサービスとかをね、やったりとかしてもらってるんですね。で、そこで自分っていうものが、と、その見てくださる方との心の触れ合いの現場を探してほしいと思って、で、例えばそこで自分だけうまく見せたいとか、 でもダンサーの中いっぱいいますから、バレエの中でそういうのも、そういう戦いはあるからね、自分だけ見せたいとか、やっぱそういうところで、あーのー、褒められたいとか、そう、他人目線、他人に評価を得てんじゃなく、得,得られるんじゃなくて、自分が、自分自身が、その、見てくれるおばあちゃんやおじいさん、それからお子さんたちに、どうやって投影して、それを、 どん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 膨らませていくかっていうのがとっても重要なんでそう,そういった意味であの情熱を持って、うん、教え続けていく、うん、なるほど、うん、ですので体っていうのは面白いもんでちょっとしたせなせがせあの背中のゆ歪みやらちょっとしたあの腰の歪みとかで。 体が痛いと気持ちも痛いし歩けなかったりとかするんですよね。で、外にでも出たくなくなってくる。で、そこから気持ち的な鬱が始まってしまうっていうこともあるので、そういった外が内側かじゃなくて体から私はクラスの人たちとかサポートしてるん。ですんで、あの、自分の体が心にも影響してる。 ですのであの例えば自分で毎日毎日あのあなんかどうしたらいいんだろうと悩んでるなって人たちの人たちにとって通常こう、結構背骨が曲がったりとかあと内臓が弱くなっていたりする場合もあるのでうん、うん、そういった意味ではあのゆりさんが来てくださった時もあもヘロヘロって感じだったので覚えてました。 そのヘロヘロがあるともう何日でも疲れるからそするとまた <laughs> できないから次に回そうとか足に回そうとかうそれから1年2年三か年1年一年一日が1年になって2年になって3年になったりしてそのまま消えていく場合もあるしんですんであのでとにかくあの心から心頼ましい体を磨いて強くなって。 でみんなにあの、まあ、そういった意味であの人間として成長してもらいたいなと思っているんであのいつもうるさいおばはんなんですけど <laughs> <laughs> 右曲がってる横曲がってるとかうる、ん、さいなと思われるかもしれないんだけどそれ一つ違ってるだけで大きな違いになってくるのであのそういった意味でパッションを持ちながら教えてます。 うん、なるほど。え、じゃあ、あの、これからどんな世界を作って、どんな役割を果たしていきたいか教えていただけますか。そうですね。あの、もし自分一人が、あの、変われば。それが、その、が、伝播して、全体が変わるみたいなことをゲイとか言ってることがあるんですね。自分の家の玄関の掃除をした。それが、それがあの。 その国全体その町全体それがどんどん広がっていくそういった意味そういったあのことがまた自分の心の中にあって自分のバレエのクラスバレエだけじゃなくて心を磨きながらみんなが元気に強くそしてあの環境を今やっぱり そやっぱり私にもずっと思ってる時やっぱり環境的なものを環境プラスあの自分の、まあ、ソーシャルワーカーみたいな感じなんですけれども老人たち子どもたちそういうのをサポートしながらみんなで生きていけるような地球にしたいなと。じっていうのは自分のここうちのクラスも言ってるんですけど自分の心が。 あの広がればあの自分の心をオープンすればよくあのオープンすれば友達になれるとかそういうふうに言うじゃないですか、はい、どうやってオープンするのかなっていうのも分かんない人もいると思うんですよねでそういったものをだんだんうちのクラスで学んでもらったりとかしてそして強くなってもらうで思いやりそういったものがとても重要になってきます。 うん、だから子どもたちには動物を可愛がるような気持ちやら空を見て虹の色はどういう色かそして花を摘んだ時の気持ちやらその喜び、うん、そういったものも投影させていってあげる大人は大人で、まあ、自分を出せない人もいますのでそこをちょっとずつオープンして体もあの心も反映してきますのでね。そういってあの 自分のサポートという形で自分がサポートしてみんなであのこの地球をよくしていきたいななんて思ってます大きいですけどねうんえじゃあちょっとなんか最後なんですけどあのーあのー、なんか今悩んでる方とかにアドバイスありますかそうですね悩みっていうのは本当誰も思ってます私も悩みもありますでも悩みを持ってるときってその悩みに 終点は出てしまってるのね。ですので、悩んでいるときは逆に全く違うことをやってみたりする。うん、で、あとは悩んでいるときは体が縮こまってくるので伸びをしたり、自分の呼吸に集中してて集中していく。そういうことで心を広げていくっていうこともあると思います。うん、悩みっていうのは知らないうちに悩んでたりすることもあるんで。 あるつ、ね、あれなんかどうしちゃったんだろうっていうこともあるんですよ。ですので、そういう時どういうふうになるのかなっていうのは大体、私の、まあ他の生徒さんたちの経験上、えー、やはり自分に一生懸命なりすぎちゃったりするいやこうじゃない、閉めてしまう、自分はこうしなきゃいけないこうしなきゃ、こうしなきゃ、こうし,こうしなくてもいいんです。 そうやって心も体もあの緩ませてあげるそこから第一歩が見つかるようになったら今度は自分がワクワクするものを探していくでそこから自分がどうやっていくかなっていうもっともっと力ができるようになるには体を強くしなきゃいけないんで そこだけでないとフラフラのままなんでねとにかく体も強くしながらそういうことをやっていくことが重要だと思います。うんうんうん、ありがとうございます、うんえっと、じゃあ、えっと、今のお話を聞いてもニーク先生をもっと知りたいなっていう方がいらっしゃったらどうすれば先生をフォローすることとか、まあ、先生にたどり着くことができるか教えていただけますかそうですねあの私の,あのウェブサイトもあります。 それとあと、E メールか何かであのどんなものですかっていうことであのお話しいただければあのみんなで一緒にあの楽しくねバレを通じるそのソーシャルグループに入りたいっとうう言,言われるだけでもいいのであのご連絡いただけるかそう今回のゆりさんの,あのポッドキャストの方の,あのアドレスの方に送っていただいてご連絡いただいてもいいですよ。そうですね じゃあまあ、あの先生の、あのー、サイトを後であますあ,ありがとうございます、うん。なんかすごい雰囲気いいですよね。みんななんか和気あいあいと。結構ストイックな人ばっかりなんだけど結構和気あいあいとやってるみたいな。そうだからほら <laughs> 磨くこともストイックなんだけどもそのストイックさにどうやってこあの自分をもっともっとあの高めていこうかなっていうそういうものもあるので。あの そこにもやっぱりあの頑張りすぎなくてもいいよっていうふうにみんなには言ってます。頑張りすぎちゃうと、その蛾が,が出てきちゃって、その蛾が,が自分のせっかく綺麗なものを持ってるものを潰してしまうことがあります。んですので、本当面白いのが、あの、蛾も出しちゃいけない。なんかもう善の世界になってくるんだけども、あのー、はっきり言って、あの、そこにたどり着いたら、 なんか悩んでたもこともあそんなちっぽけなもんだったんだとかそういう思える時とか全くその悩みが思い出せない人もいる特にね今回のコロナであのやはりそう6フィートのソーシャルディスタンスこれでみんながね勉強できるんじゃないかな <laughs> <laughs> 逆に。自分がそののキャパシティの中でどうやって でそのの距離感を眺めていくのか他人に当たらないとかそういうものはどうやってみんなで同じムーブメントで動いていくのかそうなんかそれを考えてみると動動物の動きと同じだよね、うん、あの魚とか水で泳いでる魚たちがこっちに行くよって水族館に行くと右に行ったり左に行ったりすっごい正確に曲がっていく。だからそういった意味で、うん 自分たちのこのコミュニティがいい方向にその魚がいい方向に流れていく。綺麗な環境の中で、綺麗な水の中で。でも綺麗な環境っていうのはもうある程度も壊されし続けちゃったので、どうやってそれをあのみんなで自分一人でもいいので、あのゴミをコンポスに、ま、全部分けて捨てるか、何を食べるかで、 だいぶかかって変わってくるんじゃないかなと思うのでそう、うん、なるほどでも時々ねあの辛くなることもあるけどもそういう時があったっていいんです自分は本当にこのように自分の考えバレエで踊ったりしてすごく歓迎してしまうのはあの舞台とかに立ってるとあの自分の魂がパッと反映して観客に の人たたちととつなががることができた時にあ、自分はここに生まれてきてよかったなこういう感激とかあとこういう経路であのダンスをし続けてよかったなーってすごく思うんですよ。ですんであのみんなにもそうあってほしいなって。ですのでいろんな分野で頑張ってらっしゃる方もいるので。あの 今はソーシャルネットワークみたいな、ネットワーク中心になってきてるけど、ネットワークじゃなくて、本当はネットワークのその人、あなたであり、私でありが、もっともっと輝いて、ネットワークじゃないものじゃなくて、ネットワーク関係ないものにしたいなっていうのは、本当は実は思ってたりしますよね。ネットワークない方がもっと楽しかったなと思ったりもする。だって本当のものが、 あのディスプレイの中では見えないことが多いですから。確かにそうですので今はねそうやって仮にあのなってるけどもその人一人一人があの力強くあの生きられるようなあの、まあ、ソーシャルグループクラス。 っていうことで作ってもっともっとあのみんなに頑張ってもらいたいなと思ってますうん、わかりましたあじゃあすみません今日はどうもありがとうございましたはいありがとうございましたどうもーゆさん最後までお聞きいただきありがとうございましたこの配信がお役に立ったらぜひお友達とシェアするかまたは配信登録星マークポチッとレビューの方よろしくお願いいたします 最短で結果を出す1ヶ月でセルフイメージが変わって引き寄せられる人になるコーチングセッションに興味のある方はショーノートのメールアドレス info at yurid-media.com からお申し込みくださいそして現在もやもやからやりがいを探すイジの質問ワークシートも無料ダウンロードプレゼント中ですこれもショーノートのリンクからご覧ください